昨年の JAF の全国調査では和歌山県の停車率は 15.9% でワースト15位でした。横断歩道を渡るときは必ず安全を確かめてから渡るようにしてください。右、左、周りの安全を確かめます。ドライバーの方を見て渡りたい意思表示をします。車が完全に止まるのを確かめてから渡り始めます。渡っている間も右、左、周りの安全を確かめながら横断してください。やっぱりサイフィンが交通安全対策ということで、交通安全意識が高まった。明日からですね、交通安全運動が始まりますけども、安全運動に努められて、一件でも交通事故が減少するようにです、ご協力をよろしくお願いいたいと思います。